アスリート。さあ、始まったわけです。始まりました。おはようございます。おはようございます。アッシュレイの時間です。今日も朝が来てます。今日も朝が来て、アッシュナユウスケと吉岡和樹も来て、アッシュレイです。よろしくお願いします。はい、お願いします。行きましょう。なんかまあ先日ちょっとテニスのジョコビッチの話をちょっとはいはいかしてたと思うんですけど、何でしたっけ、ジョコビッチの話。ジョコビッチがなんか審判にボールぶつけたみたいな話でしたっけ。ああ、ありましたね。はい、あれはジョコビッチが確かなんかいらだってボールをバチンってスラムして、うん、でそれがなんか審判かなんかのじいさんの喉に入ってなんか息できなくなったみたいな、うん、で失格みたいな、で失格でチャンピオンシップ取り消し、うん、で罰金何百万プラス賞金全部没収みたいな、うんうん、賞金全部没収ですよ。賞金全部没収で、これってなんかその多分アメリカ文化というか、まあ、これ世界スタンダードなのか分かんないですけど、うん、メジャー、ゴルフのメジャー、うん、はいはいはい、まあ、皆さんにとってメジャーって言ったら野球になっちゃう、まあ、僕メジャーって言ったらまあゴルフになるんですけど、うん、ゴルフも罰金結構厳しいんですよ。でも日本のスポーツって罰金なくないですか。日本のスポーツないね。野球でデッドボール当てたらいいからとかないね。いやいや、なんかこうマナーが悪いとか、ああ。乱闘したら200万罰金とかないじゃないですか。ないね。そういうのが素晴らしいと思います、海外は。要はテニスプレーヤーっていう、まあ、ゴルファーもそうですけど、うん、その要は紳士であるかどうかっていうのが非常に見られるわけじゃないですか、うんうんうん、でアンネセサリーラフネスとかそのアンスポーツマンシッププレイとか、うん、多分ジョコビッチが受けたのはフィジカルアビュースかな。要は精神的な虐待というか、その精神、フィジカルアビュースの肉体的な体罰みたいな、うんうんっていう、その要は選手とモラル面に対しての罰則があるわけですよ、うんうんうん、それが素晴らしいなっていう。うーん、日本のプロ野球なんかいまだにわけのわかんない乱闘やったりとか、うんうんうん、もうあんなやつ全員何百万何千万罰金したらいいんですよ。うーん、そしたらもうみんなやんないから。そう、うーん、だって大の大人がデッドボール当たる当たらないぐらいで乱闘してるってちょっとおかしくないですか。うーん、あれがやっぱり最も良くない影響を与えてますよ、子供たちに。なんか自分に嫌なことがあったら切れていいんだみたいな。そう、あで、殴っていい、はいはいはい、あれ普通に刑事罰で逮捕されるって話ですよ、うん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 、あれ逮捕ですよ。確かにそうだよね、はい、あやっぱあれおかしいっすよね。うーん、野球っていう業界やっぱ良くも悪くもおかしいっすよ。あとは内野ゴロ走れっていう走っても意味ねえだろうと思う、はい、いや日本のプロ野球って、まあ、プロ野球甲子園球児なんかもう、うんうん、ファーストパチン取ってるのにもう5秒遅れぐらいでヘッドするじゃないですかあそこまでとは言わないですけど、うん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 、ヘッドスライディングした方が遅いんですよね。そうなんですか。うん、なんかそれ中学の時に、なんか、学びました。へぇ、スライディングが一番早いんじゃないですか。なんかスライディングの、足から行く。あ、ファーストだったら、多分駆け抜けが一番早い。そう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 。いや、でもどうだろう。いやいや、論理的に言えばヘッドスライディングが一番早いですよ。え、しゃがん、しゃがんでピューンってやるのに。え、だって、ファーストベースから、2メートル前に自分がいるとするじゃないですか、うん、ファーストベースから2メートル前に行った時にそっからあと1歩2歩で踏むのとそっから手伸ばすのと手伸ばしてタッチした方が速くないですか、論理的に。ああ、論理的にそうだね。はい、だって体育会 TV じゃなくて何でしたっけ、ショットガンタッチ、ああ、あれも手から行くじゃないですか。ああ、だから論理的に言えば絶対手から行った方が速いですよ。そうなんだ。はい、じゃあ俺は誤った教えを受けてたの、ええ、ただそれが二塁ベースになると駆け抜けられないじゃないですか。スライディングがね、はい、足からね。でもそう考えたらヘッドスライディングが一番速いですよ。そうか、はい、
手伸ばせるもんね。はい。あ、ただヘッドスライディングする前に実は減速してしまうとか、うんうんうん、そういう理由があったら話は分かってきますけど、うんうん、そう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 、あとはなんかその滑り込むタイミングを間違えたりすると、うん、結局なんかベースが腹んとこ来ちゃうみたいな、はい、あるじゃん。なんかベースが腹んとこに来るのが一番速いとか、駆け抜けれるとか、はい、あなるほど。でもちょっと話を押すと、なんでそのアメリカっていうか、まあ、そのテニスとかあれはこうスポーツマンシップでそういうのがあるのに、日本っていうのは なんでないんですかね。いや、アメリカはもうなんか教育、あのスポーツが教育だっていう位置づけもあるのか からかもしれないですけど、日本はだからもう既得、よくもあるけども既得権益が、うん、あのもう終わってるんで、野球はなんか野球とか今回のコロナで、うん、プロ野球は開幕するけど甲子園やらないみたいな謎の判断したじゃないですか。謎もな、マジで。で、あれを覆す人がいなかったじゃないですか。あ、確かに。で、こうやれんもこうやれんで、なんか要はそのやっぱりそのチェアマンがいないんですよね。例えば WHO だったら、うん、あの人いるじゃないですか。あ、あのテドロスみたいな人、はい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 、っていうその私が責任者です、うんうん、どんな批判も私が受けるし、うん、どんな決断も私が最終責任を持ってやります。うん、アメリカだったらアメリカ大統領がいて、うんうん、私がもう最後は全部決めますっていう、うん、でも日本ってその政治の仕組みもそうだけど総理大臣が決めてるわけじゃなくて、うん、なんか国会のみんなの話し合いの結果みたいになるわけですよ。だからその誰の責任かが明確じゃないんですよ。あ、でそれはもう野球業界もそう、特にだからその高野連っていう組織もそうで、結局じゃあもう甲子園中止にするって決めたのは誰なのっていうのが誰もわかんないんですよ。会議で決まったみたいになっちゃった、はい、だから全員責任を持たないで、あのおじいちゃんたちが、ああもうなしでいいんじゃない、うん、なしでいいか、うん、なしでしょ、なしでしょ、なしでしょよってこう、なんか何十人かが言って、うんうん、じゃあなしみたいな感じでいいですかねで、決まるんですよ。かわいそうすぎる。そうだよね。 それはその決定者の仕組みにすごく問題があって、うん、責任者を明確にしていないっていう、うん、はい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 、ここは日本のお家芸ですね。うん、誰のせいかわからない。誰のせいかわかんないって多いな、確かに。うん、会社でも多いでしょ。はい。ね。誰のせいかわかんないっていうのが、やっぱ日本のお家芸としていいですね。あ、誰のせいかわかんないっていうのは、自分のせいにされたくないっていう背景がめっちゃあるってこと、みんな強いってこと。責任者を明確にしない方が上にとって都合がいいんですよ。批判が集中しないじゃないですか。うん、だからドナルド・トランプとかドナルド・トランプが決めてるからドナルド・トランプに批判が集中するわけですよ。うん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 、あ、トランプからしたら誰が決めたか分かんない状態の方がいいってこと。トランプからしたら本当は、いやいや誰でもそうです。あ、ただアメリカは大統領制っても制度がそうなんで、一人が責任を負うっていう、うん、っていう制度なわけです。あ、日本はなんか会社でもそういうの多いですけど、役員半沢直樹が見てたら分かるじゃないですか。うん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 、あの中野渡り頭取と周りにあの役員が何十人だね、うん、30人くらいいるじゃないですか。違いますよね。で30人くらいが、うん、あの挙手でこう決めるわけです。はい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 。したらなんか周りなんか分かんないけどって手を挙げればいいじゃないですか。うん、で社長頭取なんでそうなったんですか。役員会で決まったこと。似てる。役員会ってなんだみたいな。はい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 。え、それ頭取じゃない、頭取が決めたんじゃないですか。役員会で似てる。北尾寺健也ここにいるな。そしたらもうその批判が30分の1になるんですか、一瞬で。っていう。ああ、そういうことか。責任のシステムですね。なるほどな。そっかそっか。最近はそういえばちょっと話変わりますけど、質問箱はどんな質問が多いですか。最近も結構毎日で答えてますけど。質問箱はですね、毎日ポンポン来るんですか。そうですね。うん、すごい。なんか一番アホだなと思うのはなんか一回も返してないですけど、うん、芦名さんは睡眠時間何時間ですかっていう質問がめちゃめちゃ来ますね。なんでだろう。やっぱ結果を出すやつはどんだけ寝てんのか気になる。だからやっぱその寝てないっていうことも、なんか
睡眠時間と成果が比例すると思ってる人が、あやっぱめっちゃいるよね。もう世の中の 100% ぐらいそうなんでしょ、うん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 、結果出してるやつは寝てない。みんなが遊んでる時に仕事してる、うん、それはそれ正しいですよ、うん、ただ、なんだろうな、個人の領域だったらそうです、うん、一番上手いやつが一番練習してる、それはそうです、うんうん、それは間違いなくそうです、うんうん、ただ資本主義の原理原則で言うと、うん、資本、いや資産持ってる人ほど睡眠時間が短いかっていうと 100% そうじゃないです。はい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 、そうだろう、はい、だからなんだろうな、個人のゲーム、うん、個人のゲームで一番稼いでる人は大体寝てないことが多いですよ。個人で一番野球が上手い人って一番野球練習してることが多いです。じゃあ例えばプルデンシャルの営業マンで言っても同じ話？あー、途中まではそうですね。あー、年収2000万ぐらいまではそうなります。あ、そうなんだ、はい、あそこから先はちょっとまた違うフェーズ。はい、全然違います。自分が寝るか寝ないかに関係なく成果が出ていくっていうフェーズになってくるんだ、うん、ニューヨークヤンキースの監督って、え、なん睡眠何時間なんですかじゃなくないって。いや寝てるだろ普通に。いや寝てるだろ寝てるだろうな。あー、だからあれだよね、うわーやっぱ橋田さんって2時間しか寝てるんだ、やっぱすげえなってなってる。何でしょうね。だったらお前も毎日2時間睡眠したらいいと思う。いやでも寝ないとやっぱパフォーマンス下がるよね。もう日中眠くなっちゃうもん。うん、ぼーっとしちゃう。だからやっぱ何が成果を出すキーファクターなのかってやっぱ理解しない人がやっぱ多いですよね。あー、寝なければいい。うんうんうん、あとやっぱ営業の世界、最近だとないのが結構5年10年くらい前だと、なんか借金した方が、あのいいとこ住んだ方が、なんかお笑い芸人のしょうもない伝説があるじゃないですか。はい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 。なんかちょっといい家住んだ方が仕事がうまくいく、うんうん、はいはい、なんかそのちょっと一回マイナスに落ちた方が頑張るみたいな話ですか。そうそう、借金をしていい時計した方がなんか芸人として売れるみたいな、うん、いやそれはネタ作りだけど。うーん、っていうなんかその一番大事なところを見ずにそういうところに走る人がやっぱいるんですよ。あマジで僕の弟見てるともう毎回そう思いますね。ネタ書けっていう。それがちゃんと面白いか面白くないかっていうのを一番レベルの高い人に判断してもらうっていう。絶対それだけですから。もう成果の出し方なんかマジで一緒なんで。はい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 。だからやっぱりいかにあのこういう仕事をしてますっていう人がいかに努力をしてないかですよね。いかに努力をしてないか、はい、努力してる人を見つける方がさ難しいです。受験生もそうです。あ、受験生ですって言ってるやつでマジで勉強してるやつを見つけることの方が難しいですよ。僕はそれを中学の時だから高校受験か、高校受験で経営を受けるじゃないですか。で高校受験の高校模試とかだと、まあ、模試受けるのが、まあ、2,3 千人いるわけですよ、うん、同級生 2,3 千人、うんうんうん、全国のその、そうだね、なんとか上位校を受ける人たち、うん、で、2000人受けて、僕はテスト勉強して、テスト勉強するじゃないですか。うん、そしたら、大体100人以内ぐらいが入るわけですよ。うんうんうん、で、まあ、絶対これ合格しますよ、うん。で、それ以外の人がいるわけですよ、うん。ってことは、マジで勉強してないんですよ。勉強してなかったら、こんなテストになるわけないんですよ。はい、で、その時思ったのが、その、経営を目指す、うん、上位校を目指す、とか言ってるけど、受験生、が2000人3000人いたら本当に頑張ってるの100人だなっていう、そういう印象です。 5% これはどの業界に行っても全く一緒です。だからプルデンシャルもそうでしたね。プルデンシャルは営業マス 4,5000 人ぐらいいるんですかね、うん、今、うんうん、でも本当に売れてる人って100人ぐらいじゃないですか。マジ？はい、そんなもん。そうなんですよ。だからそのそういうことを知ってしまうと、だから僕はそういうのがあったから就活とかも非常に自信を持って臨みましたから。電通を受けるっていう、まあ、めちゃめちゃ 何千人何万人ってまあ競合がいると思うんですけど、うん、多分ほとんどの人はちゃんとやってないの。なるほどね、はい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 、
で営業もそうです。営業を新しく始める、ビジネスを新しく始めるって言って、うん、やっぱ正しい努力をしてるっていう人はまずいないんですよ、うん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 、だから正しい努力をするっていうだけで、うん、もう上行けるんですよ、ポンって。だからさっきのお笑いの話だけど、うん、お笑い芸人でネタ作りをちゃんとやってる、ネタを書いてそれを先輩に見てもらってる、先輩って売れない先輩じゃないんですよ、うん、一番売れてる先輩に時間取って教えてください、松本人志の楽屋まで行って、あ、僕こういうものなんですけど教えてください、これマジで、うん、って言ってフィードバックを受けてるっていう人がまずいないですよ。あ、でそれやってるやつは絶対売れますもん、うん、どう考えても、うん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 、ああそうね、そうね、口で言ってることと行動が伴ってないと。そうなんですよ。それをなんかもうまさに僕のことがそうですけど、いやなんかサバンズさんは十何年かかってるなんかクリームシューさんも海外水泳の時から十何年かかってるっていう、そのなんですか、時間がかければ売れるだろう。わざわざそれを模倣しなくてもいいんじゃないかな。そうそうそう、だから一発でボーンって歌、あの四千頭身とかイリアネットビーバーとか、うんうん、あの粗品のあれとか、粗品のあれ結構時間かかってるんですか、と言っても。なんだっけあの人たち、忘れちゃった。下森明星か。ああ、そう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 。ああ。っていうことの説明はつかないわけですよ。なるほどね。ということで皆さん、毎日ちゃんとネタを書いてください。ありがとうございます。